はい、皆さんこんにちは。社会保険労務士の山本です。今日はですね、女性の、能力発揮促進のために企業が行う自主的かつ、積極的な取り組み、いわゆるポジティブアクションについての、お話をしたいと思います。今年度7月に厚生労働省は、昨年度の雇用均等等の基本調査を発表しております。それについてお話ししたいと思います。企業の、ポジティブアクションに取り組んでいる、という企業の割合は 32.5%、 今後取り組むこととしているは 12.1%、 今のところ取り組む予定はないは 54.0% でありました。取り組んでいる企業は、年々増えてはいるんですが、これは、企業規模が大きいほどその傾向が高いという特徴がございます。次にポジティブアクションに今のところ取り組む予定はないとした企業を対象にその理由を尋ねたところ、すでに女性は十分に活躍していると思うためが 47.6% と最も高く、前回の調査に比べて 11.2 ポイント上昇しております。次いで女性の意識が伴わないが 13.8%、 業績に直接反映しないためが 6.3% と、こちらは少数の意見なんですが、統計として出ております。一方で女性の活躍を推進する上で必要と考える取り組みを聞きますと、女性の継続就業に関する支援との回答が 64.6% と最も高く、次いで公正透明な人事管理制度、評価制度の構築が 37.6%、女性のモチベーションや職業意識を高めるための研修機会の付与が 37.3% の順番で、多くなっております。近年ですね、いろんな会社の方で、重要な役職に女性がついたり、いろいろな管理職の方にもですね、女性の方が進出して、それはもちろん喜ぶべき現象だと思うんですけれども、今の日本の企業が取り組んでいるこの状況というのも、一考いただけたらと思いまして、今回のお話となりました。よろしくお願いいたします。以上です。